ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。さーて、今回も興味深い生物の情報をお届けするぜ。今日の題材は、こちらね。どう見てもお菓子、美味しそうな名前がついた生き物8選。お菓子みたいな生き物、しかも美味しそうな名前がついてるとな。なんか、今日は楽しげな題材じゃないの。食欲が前面に出てきているな、霊夢。そりゃねー。あ、でも、それっぽい生き物ってだけなのよね。なんか、以前にも食べ物っぽい生き物特集ってあった気が。うむ、そうだな。以前、美味しそうな食べ物に見える生物としてユニークな子たちを紹介したな。うわ、出たわね、目玉焼きクラゲ。今見ても、本当に目玉焼きにしか見えない見た目だわ。今回はこの子同様に食べ物を彷彿とさせる、しかもお菓子みたいな見た目と名前の子に限定して紹介しようと思うぜ。冷静に考えると、お菓子みたいな生物って想像もつかないわね。怖いけど、でもちょっと見てみたい、不思議な感覚だわ。さてさて、どんな子が来るかその目で確かめてみてくれ。では、早速始めていくぜ。まずはこちらだ。最初はこの子、まんじゅうヒトデを紹介するぜ。この子は赤ヒトデもクコブヒトデ科に分類されるヒトデの一種だ。南西諸島以南のインド洋と西太平洋に分布し、サンゴ礁でサンゴを食べながら生活しているぜ。ヒトデ？これのどこがヒトデなの？ヒトデ特有の星型はどこ行った？丸々しちゃって完全におまんじゅうじゃないの。見事なものだろう。この子は直径25センチメートルになる大型のヒトデで、一般的なヒトデのような星型ではなく、五角形の肉厚の座布団やまんじゅうのような形状をしていることで有名なんだぜ。ほへい、本当にヒトデなのね、この見た目で。座布団にまんじゅう。これは見事なおまんじゅうだわ。どうしてか親近感が湧くわね。うむ、そうだな、どうしてか親近感が湧くな。ちなみに海外ではクッションみたいということで、クッションヒトデと呼ばれていたりもするぜ。クッション、むっちゃわかる。こんなクッションありそうだわ。ここまでの写真でわかる通り、この子は個体によって模様や色に違いがあり、そこもクッションやまんじゅうと呼ばれるゆえんでもあるぜ。この丸々としたまんじゅうみたいな体だが、実はこれは成長した結果得られたものなんだ。幼い時は通常のヒトデと同じように星型で、成長するにつれて徐々に体が膨らんでいっておまんじゅうになっていくんだぜ。へえ、だからその名残みたいに多少五角形になっているのね。名残で言えば、ちゃんと星型の原型も残っているぜ。裏っ側はこんな感じになっていて、他のヒトデと同じように五胞射に観測が配列しているんだ。うわ。これは確かにヒトデ型の跡。ついでに話すと、この中心には口があるぜ。この子はこの口から胃を外に吐き出して、体外で消化吸収を行うという特性を持っているんだ。口から胃を吐き出して？何その凶悪そうな接触方法。時折、サンゴに張り付いて、胃をサンゴにかぶせて消化している姿が見かけられるぜ。あまり見たくない光景ね。では、代わりに可愛いおまんじゅう姿を見ようか。うわ、これはもう完全におまんじゅうかクッションね。このずんぐりむっくりした体型、常識外れのヒトデだわ。素晴らしい姿だぜ。実はこの子、鑑賞価値が非常に高いのでペットとしても人気なんだぜ。鑑賞用だけじゃなく、飼育下では他の生物の死骸や食べ残した餌などを食べてくれるので、クリーナー生態として重宝されたりもするんだ。へえ、掃除屋さんでもあるのか。鑑賞用にもなるし一石二鳥、さすがはおまんじゅうね。ああ、だな。さすがはおまんじゅうだぜ。さて、次の紹介に行くぜ。お次はこの子、ダンゴウオを紹介するぜ。この子はダンゴウオ科ダンゴウオ属の魚の一種で、ダンゴウオは科の代表となる子だぜ。日本近海に生息しており、青森県から新潟県、山口県、長崎県の日本海側に主に分布しているんだ。あらやだ、なんだか可愛らしい見た目の子ね。ダンゴウオ、つまりダンゴみたいな魚ってことよね。確かに丸々していてお団子っぽくて美味しそう。美味しそうだからと言って食べないようになれ、霊夢。ともあれ、この子は水深20メートルより浅い岩礁域に生息していて、岩や海藻に張り付いて生活しているぜ。団子魚は種類や個体によっても大きさが異なるが、成魚の場合の大きさは約2センチメートルが平均的とされるくらいに小さな小さな魚なんだ。冬場は産卵のために浅瀬にやってきて姿を見ることができるため、真冬のアイドルとしてダイバーに親しまれているぜ。真冬のアイドルか。だいたい2センチメートルとかむっちゃ小さいし、実物はもっと可愛いでしょうし理解できる表現ね。そういえば、さっきから色々な体色の子が出てくるけど、厳密には違う種だったりするのかしら？うんにゃ、みんな同じ種のダンゴウオだぜ。
この子は個体によって様々な体色があり、他の海水魚に比べて色の種類が多いのが特徴なんだ。赤色、白色、ピンク色など幅広く、環境によっても違った色の個体が見られるんだぜ。環境によってってことは、つまるところ、擬態的な話かしら？その通りだ。この子は身を守るために環境に合わせた体色に変化させる場合があり、海藻、岩など、生息している場所に擬態して目立たないように体色を変化させているんだ。さらに、この子は基本的に夜行性であり、海などでも明るい日中はあまり見かけることがない。主に岩場などに隠れている場合が多く、日中は腹びれの吸盤を使い岩などにくっついてじっとしていて、さらに体色を環境に合わせるので見つけるのも困難だ。カモフラージュもそうだけど、このサイズじゃそもそも見つけにくいでしょうし、お目にかかるのも難しそうな子ね。海で探す場合は夜間にこの子が活動している時を狙うのが一番だ。ぜひ、試してみてくれよな。ああ、そうだ、せっかくなのでこの子、ダンゴウオの仲間についても軽く紹介しておくぜ。お、ダンゴウオの亜種ってことかしら？こちらの子はダンゴウオの仲間であるコンペイトウという海水魚だぜ。おお、色は地味だけど、本当にダンゴウオの仲間っぽい形の魚ね。コンペイトウってお菓子のコンペイトウのことよね？コンペイトウっぽさは、もしかして、この大量のゴツゴツかしら？その通り、この子はコブ状の突起が多数あり、また丸い体型をしていることからコンペイトウという名前を与えられたんだぜ。直球でコンペイトウって名前なのがすごいわね。団子を共にお菓子みたいな子だったわ。さて、次の紹介に行くぜ。お次はこの子、ベニマンジュウクラゲを紹介するぜ。この子はカンクラゲ目のクラゲの一種だ。インド洋と太平洋に分布しており、水深700から1000メートルの深海に生息しているぜ。ひえー、油断した。なんか気持ち悪い見た目のやつ来た。また奇妙な形のクラゲね。全然美味しそうじゃない？だが、紅白饅頭の赤い方に似ているだろう？だからベニ饅頭と、似て、るか？この子の体は見ての通り透明ではなく、赤みがかった体色をしているぜ。最大体長は20センチメートルほど。胴体下に伸びるスカートをうまく使って、ゆっくりと深海を漂っているぜ。やっぱり、異様な見た目ね。特にそのスカートって言われている部分、そこから触手が伸びているのがきつい。傘の縁には24枚の大きな円弁があり、アナログカメラの絞りのように重なっていて、他のクラゲにはない特徴となっているぜ。このスカートをこんな感じに閉じたり、こんな感じに開いたりして推進力を得て、ゆっくりと移動しているんだ。ひえー、こわ。美味しそうどころか、こっちが食われそうだわ。まだまだこの子の生態は分かっていないことばかり、新しいことが分かればいつか紹介しようと思うぜ。さて、次の紹介に行くぜ。お次はこの子、パンケーキガメを紹介するぜ。この子はリクガメかパンケーキガメ属に分類されるカメの一種で、本種のみでパンケーキガメ属を構成するぜ。ケニア南部、ザンビア北東部、タンザニア北部に分布。標高約1800メートル以下の低山地にあるサバンナや低木林などに生息し、乾燥したヤブなどが点在し岩がある環境を好む子だ。パンケーキのカメ、だと？パンケーキ、パンケーキ、パンケーキか？3枚重ねるとこんな感じだぜ。おお、なるほど、そうか、この子は普通のカメよりも体が薄いのか。色もパンケーキっぽいっちゃぽいし、そこら辺からパンケーキって言われているわけね。いや、それは違うぜ。はぁ、違うの？確かにこうやって重ねるとパンケーキっぽさはあるんだが、実は名前は見た目から付けられたものではないんだぜ。この子は学名に柔らかい陸の亀を意味する名を与えられるくらいに柔らかい甲羅を持っているんだ。弾力性に富んだ甲羅が、ふかふかなパンケーキを思わせることから、この子は和名でも英名でもパンケーキ亀と名付けられたんだぜ。英語でもパンケーキの亀って名前なのね。つうか、体の柔らかさから来た名前なのか。亀って硬い甲羅ってのが普通よね。なんでこの子は柔らかい甲羅を持っているの？それはこの子の生活環境によるものだな。扁平かつ弾力性のある甲羅は、こんな感じで狭い隙間に潜りやすくなるんだ。この子は岩場に生息しているので、そこで隠れて身を守れるようにするために進化したものと考えられているぜ。おお、見事に岩の隙間に入り込んでるわね。自分に合った岩の下や岩の割れ目を見つけると、この子はそこを隠れ家として覚えるという習性があるぜ。活動している中で危険を感じると、隠れ家に素早く逃げ込むんだ。復興を膨らませ隠れ家内で獅子を突っ張ることで外敵から引き出されるのを防いだり、垂直な割れ目を登り降りすることもできるという特性も持つぜ。へえ、聞けば聞くほど、普通の亀と違って面白いわね。そうだろうそうだろう。このユニークさからこの子はペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されていて人気があるんだぜ。
だが、近年は自然下では乱獲などで個体数が減ってきていて、流通もかなり絞られているのが現状だ。私でも面白いって思うくらいだし、亀とか好きな人からしたらたまらないわよね。ペット用に乱獲されるのも避けられないでしょうね。輸出規制など各国で行われているが、まだまだ個体数は戻っていない。いつか、この子たちの個体数が戻ることを祈っているぜ。さて、次の紹介に行くぜ。お次はこの子、イチゴジャムウミウシを紹介するぜ。はい。この子はカドリナウミウシかチシオウミウシ属のウミウシの一種で、主に日本、フィリピン、モザンビーク、レユニオン島の近海に生息しているぜ。ウミウシ？これがウミウシ？どう見てもウミウシじゃない。完全に名前の通りイチゴジャムじゃないの。真っ赤なゼリー状の物体で、なんだかブツブツもあるし、どう見てもイチゴジャムだわ。こっちの写真なんて完全にイチゴジャムだよな。うっわ、すごい。イチゴジャムか、もしくは明太子の中身とか。もはや生物には見えない姿だわ。だが、このように立派なウミウシなんだぜ。おーおーおー、この写真ならわかる。その耳っぽい突起、これはウミウシだわ。まさか、本当にウミウシだったとはねー。ふふ、素晴らしい姿だよな。この子は全身が赤から赤橙色であり、最大で 55mm ほどの大きさまで成長するぜ。背面にくぼみがあり、また背面全体に中央のくぼんだイボ状の突起が散在し、それが模様のように見えてイチゴを彷彿とさせると評判だ。まさにイチゴジャムのような見た目から、この子はイチゴジャムウミウシと呼ばれるようになったんだぜ。これは満点の名前だわ。グーの根も出ないレベル。このド派手な色、警告色とかなのかしら？いや、これは警告色ではなく擬態のための退色だな。この子は赤い海面の上で暮らすことが多く、保護色効果によってほぼ見つけることができなくなるんだ。ああ、なるほどねー。ダンゴウオと同じタイプだったか。日本の近海でも見られるので、ダイビングに行く人は近海に生息しているか調べてみて、ぜひ探してみてほしいぜ。さて、ここから最後までウミウシラッシュと行くぜ。サクサク進めるぞ。お、なるほど、他にもお菓子みたいなウミウシがいるのね。どんな子かしら。お次はこの子、キャラメルウミウシを紹介するぜ。この子は色ウミウシ科のウミウシの一種だ。インド洋、西太平洋熱帯域に分布しているぜ。日本では八丈島で主に見られ、特に八丈島では季節を問わず浅い岩礁域で見ることができると言われているんだ。今度はキャラメル。確かにこの体色はキャラメルを思わせるわね。想像したらキャラメル食べたくなってくるわね。牧場の生キャラメル、久しぶりに食べたいわ。ふふ、そうだな。ただ、一応補足しておくと、この子の名前のキャラメルは霊夢が想像しているキャラメルではないぜ。この子のキャラメルはプリンとかにかけるカラメルから来ているんだ。あ、そっちなのね。でも、お菓子には変わりないか。この子の体長は最大で 60mm 程度。一見すると黄色や褐色の体色に見えるんだが、実は地色は白色であり、その上に黄色や褐色の細かな点が密に散在しているんだ。周縁は黄色か褐色で、波打つ形となっていて、華麗な姿の個体ばかりとなっているぜ。他の写真で見るとその特徴がよくわかるはずだ。おお、本当に波打つビラビラも特徴ね。優雅なところがいいわ。この子は海面を食し、時にその海面の周辺に群生しているぜ。ダイビングで探す際は、海面を探すのも手だと覚えておいてくれよな。では次の子だぜ。お次はこの子、コンペイトウミウシを紹介するぜ。この子はツズレウミウシかヒヨドシウミウシ属のウミウシの一種。フィリピン、マレーシア、日本などなど、世界中に分布していることがわかっているぜ。ほほう、まさかのサイコンペイトウ。また美味しそうな名前ね。ただ、これは、コンペイトウなのかしらね。この子の体の地色は半透明の白色で、背面には大小様々な大きさの突起が不規則に無数にあり、突起の先端部分は山吹色から橙色となる。この背部の突起がお菓子のコンペイトウを思わせるため、コンペイトウミウシという和名が与えられたんだぜ。おお、この写真だとコンペイトウに見えないこともないわね。この子についても他の写真を見てみようか。この子は多くがどっしりとしていて、ずんぐりとしていて、しっかりとした体の持ち主だ。最大で5センチメートルを超えるくらいには大きいので、もしかしたら他のウミウシよりも見つけやすいかもしれないぜ。実際に海で探してみたいものね、これは。では、次が最後だな。最後はこの子、イチゴミルクウミウシを紹介するぜ。この子は色ウミウシかレンゲウミウシ属のウミウシの一種だ。
西太平洋、インドネシア、マレーシア、フィリピン、日本と世界に広く分布しているぜ。日本では沖縄、奄美大島で見られ、その美しさから人気の高い海牛なんだ。イチゴミルク。全体的に淡いピンク色の体で、確かにイチゴミルクを彷彿とさせるわね。というか、なんだかふわふわした見た目で今回出てきた海牛の中で一番ファンシーな子だわ。なんともキュートな子だよな。この子は最大で3センチメートルに達するぜ。体の地色はピンク色から青紫色で、背面に黄白色の幅広い縦線が3本入っているところが特徴だ。似た体色、フォルムの海牛も多く、また、串の葉海牛族から蓮牛海牛族へ分類が移動したという経緯があるぜ。へぇ、似た海牛もいるのね。海牛、どんだけ多様なんだか。この子の他の写真はこんな感じだな。どの写真でも、やっぱりファンシーさに溢れてるわね。そのファンシーさに魅了されるダイバーも多いぜ。気に入った方は、この子もぜひ海で探してみてくれよな。以上で終わりだな。以前の食べ物みたいな生き物よりも、今日は可愛らしい見た目の子ばかりでよかったわ。ベニマンジュウクラゲ？はて？ベニマンジュウクラゲも可愛らしいし美味しそうじゃないか。美味しそうってのはさすがにないわ。つうか、最後まで見せないでちょうだい。以上、ご視聴ありがとうございました。今回はここまで。お気に召しましたら、チャンネル登録、評価をお願いいたします。長時間のご視聴、ありがとうございました。